国母友幸ゆは、テレビ朝日の社員で現在は、広報局宣伝部に所属している。同時に元報道局記者、及び、元アナウンサーでもある。埼玉県東松山市出身。埼玉県立川越高等学校、早稲田大学生形学部政治学科を卒業。友幸ゆという名前は本名である。川越高校時代は、野球部の当主であった。 2006年12月15日には、その川越高校で文化講演会を行った。アナウンサーの中でも突出して、タレント性のある人物として著名であり、それにまつわる逸話として、以下のようなものがある。1994年、テレビ朝日に入社。同期のアナウンサーは、中山隆夫、野村かなえ入社当初は主にバラエティ番組を中心に担当。バラエティには、 国母と物心名義で出演していた。2001年から3年間報道局に在籍し、警視庁記者クラブ、政治部に勤務。2004年アナウンス部に復帰した。2005年に結婚。2008年度には、ニューヨーク市局へと転勤となり、約1年間海外リポーターとして活動。2009年度より3旅アナウンス部へと復帰したものの、2010年7月以降は、 広報局宣伝部に移動。いずれも宣伝部に移動。ありがとうございます。